全国のモルックファンの皆さん、おはようございます。モルックラジオ B ハルスピンク JOKT です。さあ、今回は、埼玉 M リーグの年間王者決定シリーズ、こちらの模様をお送りいたします。第1戦はノービス VS M チルドレンです。さあ、埼玉 M リーグ、前期後期と2020年お送りしてきたんですけど、その中で上位に、入った5チーム、によって最終的な総当たり戦で、1位を決定するというのが年間王者決定トーナメントになります。さあ、優秀な成績を収めたチームが揃うということで、レベルの高い戦いが見れるんじゃないかと思います。よろしくお願いします。さあ、ファーストセット M チルドレンのブレイク、各種とエスタブレイクから始まりました。12対0、後攻はノービスです。さあ、モルックとはということでね、おなじみのセット映像でございますが、スキットルを倒し得点を重ね50点ぴったりに到達すると、セットを獲得ということになります。さあ、ノービス後攻です。ジェット選手がこれを投げて6点を獲得。埼玉 M リーグは、1試合3セットで行いますね。各セット先攻で勝利すると勝ち点1、後攻で勝利すると勝ち点2を獲得します。総当たり対戦し、勝ち点の多さで順位を決定します。先攻は M チルドレンのオーダー、楊選手、大選手、武選手の3人です。各チーム登録人数っていうのはね、4人以上、4人よりも多くいたりするんですけど、その日出れるメンバーで調整をするって感じですね。対する高校ノービスのオーダー、ジェット、山順の2人です。ノービス全体としては、4名ですかね、はい、登録メンバーはいます。さあ、ファーストセットの盤面見ていきましょう。隠しとエスタブリックで幸先よくスタートした M チルドレンですが、大きなスキットルのところがあまり出てないですね。できるだけ高得点を取っていきたいところではありますが、12番ちょっと難しいかなという位置にあります。それを狙っていくかどうか、それとも5番だったり8番だったりね、比較的難易度が下がるところを選択していくかどうかといった2投目です。モルックやってると分かるんですけど、1投目2投目ってのはあんま外したくないんですよね。12番狙いましたが、これは2本巻き込みます。さあ、モルックの点数の数え方ですね。2本倒すと今のように2点、複数本はその本数分というのが点数になります。1本だけ倒せるとその番号がそのまま点数になるという仕組みです。さあ、ノービス2番手山順選手が少し顔を出したね、この12番きっちり取っていきます。隠しトイスターです。M チルドレンとしても12番がようやく見えてきたので、それを取りたいところです。きっちり12番のヘッドに当てていきました。26対18。さあ、26点を取ったということで、これはもうクオリティスタートですね。3ターンで26点以上獲得しました。これでね、最短である、5ターンでの50点到達っていうのが見えてきるので、かなりね、セット序盤うまく進めることができたと言えるでしょう。さあ、M チルドレンが12回で50点になるので、ノービスとしてはこれを押し込みたいところです。12番を取ってさらに押し込めるかといったところだったんですが、ジェット選手ここは外します。さあ、モルックではミスをしたターンは得点は加算されません。また3回連続ミスをするとその人は敗北になってしまいます。そのためミスの後はね、比較的安全な手を選ぶことが多いです。M チルドレンは12を、ひたすら取っていきます。これでリーチ、ラストもう一度12を取ればクリア、50点といったところまで乗せてきました。連続で隠しトイスは取ってくる M チルドレン、ノービス返すことができるか山順選手です。おなじみのバックハンドで構えて 7m から 8m のところ狙っていきますが、これは右にそれました。そうですね、当ててさらに押し込みたいっていう意識もあったので、そこがちょっと影響してしまったかなといったところですね。さあ、この12番隠しトイスター狙えるかどうか。 M チルドレンは大選手5番目のショットです。これ決まりました。ファイターマルヘイス。さあ、エース決まりましたね。いきなり、幸先いいスタートになりました。最短である5回の投てきで勝利することをエースと言います。さあ、先行で勝利したので M チルドレンは勝ち点1をここで獲得します。そして先行、ここ入れ替わって、次はノービスのブレイクショットからです。ファーストブレイク山順選手が決めていきました。そうですね。ノービスと M チルドレンがともにここでオーダー変更、順番を変えています。まあ、セットの、間では、こうしてね、投げる順番をチーム内で変えることができます。M チルドレンはどうでしょう。ここ12番または8番のところ、ふわりロブショット狙っていいかどうか。ああ、12でしたね。結構果敢に狙っていきました。これは外れます。まあ、8番っていうのがね、比較的楽なところに見えているんで、全然そこでもいいかなっていうところではあるんですけど、結構狙っていきましたね。まあ、ファーストセットに取っているので、強気にいったといったところでしょう。ノービスとしては比較的安定したところを取っていきます。まあ、相手が0点なので、ここは相手を見てってところですかね。オーダー変更あって、武選手のセカンドショットです。ミスがある中での場面ですね。8番狙いましたが少し手前引っ掛けました。これ2本になります。18対2、点差がある中でのセカンドセットになりました。さあ、ここでね、9番が顔を出しているので、山順選手はこう狙っていくでしょう。さあ、山順選手はですね、ペタンクの出身なんですね。はい、ペタンクというですね、目標球に金属製のボールを投げ合うという、スポーツがあります。それと同じ投げ方をしているので、まあ、バックハンドで、あれだけ力強いショットが投げれるということなんですね。山順先生曰く、ペタンクの、ボールはモルック棒の約2倍の重さがあるということで、まあ、そういうことを考えると、バックハンドで10メートル以上投げるのも、まあ、造作はないといったところでしょうか。ノービスが26点に乗せたので、ここは12回、隠しといさんダブルで50点に乗せたいところ、ノービス、ジェット選手がバックハンドふわり投げますが、これはオーバーします。1つミスが出ました、ノービス。これに対して M チルドレンですね、まあ、12番をケアしてもいいとこなんですけど、ここは8番を取っていきます。まあ、自分たちの点数をしっかり稼いで逆転のチャンスを伺いたいところです。どうですかね、ノービスとしては同じように12番を狙っていくでしょうか。まあ、2回投げればどっちか当たるかなって感じの距離感ですよね。ここきっちり決めてきました、山順選手。12番当ててさらにミスを消していきます。ラストスキットルの12番、この位置に残りました。後ろに9番と6番が控える中、12番をそこに近づけたいといったようなディフェンスシーンになるでしょうか。当ててかつ近づけたいといったところ。当てるとこまで行きましたけど近づききることはできませんでした。まあこの辺スキットルを自在に操るというのはかなり難しい、ところになってきます。ノービスジェット選手、ここはバックハンドできっちり止めて後ろを巻き込まないようにしたい場面です。ここ2本巻き込みます。ちょっとね、距離感のところ、まあ、直接12番に当たったというところが影響したでしょうか、後ろまで巻き込んでしまいました。さあ、これでターンはですね、実質的に先攻と後攻が入れ替わって、これは M チルドレンが2本で上がれば OK という場合になりますね。対してノービスは今10番が出ていないので、1回では上がれないといった場面になります。まあ、両方とも2回のショットを要するので、理論的には M チルドレンの方が優勢です。M チルドレンは縦投げでこれ7番狙っていったでしょうか。しかしこれは巻き込んで3点になります。依然10番は出ていないのでノービスとしてはこの5番を2回取るかどうかですね。ただ M チルドレンからすると5番と11番で50点が取れます。M チルドレンのストーリーとしては5番を飛ばしてノービスが外して11番を取る、まあ、そういうストーリーありますよね。なので対して今出たように7番と真ん中集まってる3本、これを取って10点にすることも可能ですよっていう選択肢はあります。結局選んだのはどちらかといったところですね。5番を選んでいきました。これで M チルドレンとしてはこの5番をプッシュして押し込むことができれば、ノーミスにプレッシャーを与えて、かつ11番のリーチをつけることができるといった形になります。それが思い通りにいくかどうかですね。Mチルドレンは大選手、グラウンダーのストレートきっちり決まりました。この5番、思い通り、予想通り、理想的なプッシュになります。これをやられてしまうとノービスとしては厳しいですよね。プレッシャーのある中でのジェットさんの場面です。ここまでまだ本調子とは言えないジェット選手、これを決めて勢いに乗りたいところです。うわー、コースは乗っていたんですが、バウンドしてから右に外れました。さあ、そしてガラ空きになった11番 M チルドレンは取れるでしょうかといったところですね。これを取られてしまいました。いやー、完全に最後のディフェンスから逆転するところは M チルドレンの理想的な展開になってしまいましたね。ノービスとしては5番2回っていう選択肢を取ったところが裏目に出てしまいました。さあ、第3セットに関してはここまでリードしているチームが先攻後攻の選択権があります。 M チルドレンは先攻を選択しました。まあ、ここはきっちり勝ち点1を、安定して取りたいといった狙いがあるかもしれません。Mチルドレン、ブレイクのよう選手ですが、これは浮いたところ、一番後ろの9番だけ取って結果としては9点になりました。まあ、ミスはしましたが運は残っていたといったところでしょうか。ノーミス山順選手のセカンドブレイク、これカウンターのチャンスだったんですが、ちょっとうまくいきません。6点に止まってしまいます。さあ、 M チルドレンは再びオーダーを戻しています。ファーストセットと同じですね。結構先行になるか後攻になるかっていうところでオーダーを変えるチームはよくあります。まあ、ブレイクが得意な選手がいたりするっていうのが主なところですね。M チルドレン、ここのブレイクも少しうまくいきませんでした。2点止まりになってノービス、さらにカウンターのチャンスが残ります。ジェット選手がここで点数を稼ぎたいところ。勢い自体は良かったんですが、もっと倒れてもよかったですよね。結局倒れたの7本でした。少しスキットルが分散したような状況になります。5番、2番が左右にずれて9番が後ろにある状態。まあ、高得点を狙うならおそらく9番からといったところなんですが、ここ武選手のショットはミスになります。ターンオーバーのチャンス、ノービス。山順選手はきっちり取ってきます。まあ、さらにここはスキットルを押し込まずに残すって選択をしましたね。こうすることによって M チルドレンがもう1回9番を取ってもノービスもう1回9番取れますよっていうような、ポーズをしているのかもしれません。M チルドレン、ここはしっかりカバーしていきました。まあ、1個ミスがあってもね、こうやってカバーができると、試合は安定します。さあ、狙い通りもう1回9番が取りたいところですね。ジェット選手のこのショット、大体 6m ショットかな。コース自体はね、そんな悪くないんですけど、ちょっと着地のところで難しいバウンドをしてしまいます。ここミスになります。Mチルドレンが2回目の9を取るのかどうか。きっちり取りましたね。さらに押し込みます。これでワンミスの状態で9番はちょっと行きづらくなるかなといったところ。まあ、しかし他に大きなスキットル出てないので、山順選手としては結局5番を選んだんですが、その5番も当てれずと、ちょっと浮いてしまいましたね。5番が上に外れます。 M チルドレンはどうでしょう、どうやって50点に乗せていくか。ああ、ここも5番だったんですが外れますね。ちょっとゲームが落ち着きません。 M チルドレンはどうでしょう、5番を取って34点にしてってところだったんですが、ノービスはツービスの中、外すと負けの状態で5番に当てます。これが大きく押し込むことになりました。29対27というところで進んでいきます。さあ7ターン目ですね。埼玉 M リーグのルールとして、それぞれのセットが10ターンの制限がつけられています。なのであと4投で勝負をつけないといけないといったところなんですが、 M チルドレンはまずソフトブレイクですね。で33点に乗してきます。当てるけど大きなスキットルは出さないよといったポーズですね。33点になったので M チルドレンの人は左7番と手前10番と選択肢があります。ノービスはここで9番取ってきましたね。菅山潤選手のコントロールっていうのが冴え渡っています。36点まで乗してきました。 M チルドレンが外せばノービスにチャンスが回ってくるところ、これどうでしょうかね。どういった攻め方をしてくるか、まあ、ありそうなのは7番と10番なんですよね。先に10番から狙ってきましたが、このバックハンド、手前止めきることはできず3本倒します。36対36同点。結局これ同点になるとモルックっていうのはお互いが同じところを狙い合うことになるので、不用意な外し方とかをすると相手に一気にチャンスが回ってくることになります。まあおそらくは7番を2回で50点かなといったとこなんですが、このサイドバイサイド取れるかどうかジェット選手ですね。取り方自体はいろいろあるんですよね。7番だったんですが、これ日本巻き込みます。まあ厳しいこと言うとこれが一番まずいパターンですね。自分たちが7取れなくなったんだけど M チルドレンの人は72回残ってるんで、すごい簡単な7になっちゃったんですね。あの72回取ればいいわけですから。でノービスとしても7ディフェンスするのはすごく難しいと思うんですよね。周りにスキットルがないのでどこに近づけることもできないし、単純に押し込まなきゃいけないってところなんですね。でグラウンダーのストレート投げるにしても、手前に集団があるので、まあ、そこを避けつつ投げないといけないっていう風になってしまいます。まあ、ノービスとしては結果的にこの厳しい12番狙うのしかないのかなといったところになります。山田選手、まあ7番当てたところでディフェンスは多分成功しないっていったところですね。一発狙ってきましたが、この縦ふわり結果3本になります。まあ、可能性を見せただけでもすごいですね。で結局これディフェンスできなかった7番、まあ優しい7番が残った状態になってしまいます。Mチルドレン決めれば勝利のところ楊選手、これをきっちり決めてきました。50対41、勝ち点としては4対0という結果になりました。これが総当たりでどんどん積み重ねて、1位が決まるといったところになります。埼玉 M リーグでした。さあ今回のモルキスティ・オブ・ザ・マッチ対先週ですね、Mチルドレンです。まあ、やっぱり勝負決めたショットというとこの5番のグラウンダーストレート、これで完全にディフェンス成功。自分たちの、上がり目11番も引き寄せました。こういう一発で、勝負変わってくるのがモルクです。さあ例えば M リーグ、実節もお送りしていきます。よろしくお願いします。